クロスベース。今日はですね、もう最近運もないというところで、じゃーん、出陣じゃ。今日兜をね、脂肪を締めて兜かぶってクロスピー、最近の運のなさを武将となって変えていこうと。今日兜をかぶって流れ変えていきましょうね。さあ、出陣じゃ。まずは今やってる A ランク以上確定スカウト、これやりましょうね。今までね、1回しか SE とかないけど、このカブとかぶってね、運気が上がるかもしれないから、もうね、カブとかでかすぎてね、画面に入んないっていう。さあ、カモン。まあ、最悪ね、あの今やってるねやつのボーナスがつく。まあとりあえず使える A 欲しいね、最低でもね。 S 最高だけど、もうでかすぎて映んないね。さあ、どうなの、カモン。全然やな。カート、今頑張ってるね。さあ、あと2回。チョロシ君、レッツゴーとか来てくれないとちょっとあれだよね。楽しみが減るよね。まあ、今からね、見た人、まあ、やってんやんってなりますけど、最初から見てください。さあ、来い。ゆっくり笑ってくれ。さあ、ラスト1回。使える A けえへんな。使える A 来てほしい。使える A。さあ、カモン。使える A。最悪。これ、レインボー。来ない。さあ、最後飛んで、笑って。うん。笑って。なあ。お、森。森いいじゃん。5回中、森が引けたんでね、最悪ね。OK。これあれだ、よく縦紙にしよう。ね。お、縦にするといいね。プロスペース。ね、どうですか？ちなみにこれ、子供の五月人形の兜です。もう五月じゃないんですけどね。さあ、ね。ということで、今、A ランク引けませんでしたけども、今日はですね、ちょっと皆さんに見てほしいものがあります。なんとですね、今里崎ですね、リーグがね9、1回8に落ちました。もう多分みんながね、どんどんスプリッツが上がっていって、今もね、この現状残留のところにねいるんですけども、どうしたらいいのかっていうね、今こういうオーダーです。ピッチャーがこういう感じだから、最新のが加山、石川、モイネロ。あ、録画してなかった録画してなかったっすね。今のスピリッツこんな感じです。野手がこういう感じでね、で投手がこれです。でちなみにですね、今の S ランクこういう感じなんで、まあ山田は入れるんですよね。でこの堂林、柳、森下は小5にしていれば入れればいいのか、どうするのかを皆さんに教えてほしい。あとですね、この石井拓郎さんは小5にできれば入れたら方がいいのか、あとはリーグで言うと、まあ、中川、周東とかは、周東は小5にできれば入れてもいいのか、山岡はね、小5にできれば入れてもいいのか、山岡、周東、宮西、巨人の中川ね、とか源田、石井拓郎さん、
荻野、ね、中田翔、この今見てるね S のメンバーで誰を今のメンツと入れ替えてやればいいのか、ちょっと皆さん詳しい方教えてください。ちょっと歯を一回言ったんですけど、今またね頑張らないとスピリッツが低いらしくていけないんでね、アドバイスくださいね。その中でよ、今日こっからやるのがこの柳田ね、称号をつけます。だからパワー1、ね、パワー1だけ欲しいね、この称号。パワー1だと、まあ、でも欲しい人でもいけるんだよね。パワー1、パワー自慢、もしくはランエンドガン、もしくは飛ばし屋、これいこう。柳田いっぱいあるからね。さあ行きます、行きましょう。極意書なしね、まずはレッツゴー。スディンジャー、オパオーチョ、同地、イエーイ、パワー自慢、オッケー。お、運気上がってきてんじゃん。じゃあ続いて石川ね、石川は9位1か9位2の1だから、9位自慢もしくは攻めの投球術がいいんだよね、もしくは本格派、これ3つか。よし、じゃここも石川も一つでいこう、一つで。レッツゴー。粘りの投球、あ、まあ制球 A 行ったからいっか。でもう一回行こう、もう一回使おう、同値になるかどうか、使わなくてもいいよ。レッツゴー。コトシ、コトシって何、球威も上がるんだね、スタミナが下がる。まあ好投手でいっか、の方がいいか、ね、好投手。モイネロ、あ、モイネロは何でもいいの、あれか、勝利の使者がいいんだね、もしくは9位2だね。モイネロつける、1個つけようか。レッツゴー。靴の投資だって、どういうこと、球威とスタミナが上がったんだ。まあまあいっか、仕方ない。まあこんなとこかな、称号。でもね、柳田がなったからよかったね。さあということで今回ここまでです。ぜひ皆さんアドバイスお願いします。効果ありますよ。出陣じゃ。